2021年ジャッカルから発売される新機軸の小型ミノ、それがこのリルビル 70F です。アクションとしてはですね、基本的にただ巻きをした時に、この特徴的な、ミノとしてはね、大きめのリップですね、これがしっかりと水を掴んで、ウォブルとロールを伴う、ハイアピール系のアクションに仕上げてます。通常ねミノーっていうとどうしてもやっぱり巻いた時の手応えってないルアーが多かったんですよね。それは何でかっていうとやっぱりこうジャークしたりした時にこう水を逃がして、その分こうダートのアクションにつなげてたんですけども、その分ですねただ巻きした時にどうしても手応えが弱いんですよね。水をしっかりと掴まない、要は逃がしながらどうしてもロール主体のアクションが多かったと思うんですけども、このリルビルはしっかりと水を掴むんでウォブルもそしてロールも大きめのアクションが出るので、非常にこうただ巻きでもこの細身のコンパクトなボディでありながらハイアピールの魚をねしっかりと寄せてくれるアクションが出ています。使用用途としてはですね、基本的にクランクベイトやシャット、これと同じようなただ巻きの使い方がメインにはなるものの、今までのねクランクベイトとかシャットではカバーしきれなかったようなシチュエーションを守備範囲とするようなルアーですね。例えば、クランクやシャットではまだシャットでも強すぎるようなアクションを必要とするような場合、例えば、ハイプレッシャーな場所だったり、水が比較的クリアだったり、そういうような場所ではどうしてもこうアクションの強さが邪魔をしてしまうシチュエーションがあるんですね。そういった時に、シャットよりもさらにこうアクションがタイトで、どちらかというとこうよりナチュラルなアクションが出るミノーっていうのがすごく効く時があります。で、あとね僕が使い分けで重視しているのがその先行深度です。通常、ミディアムランナーのクランクベイトであれば2メーター弱ぐらいまで潜ります。シャットであれば大抵の場合1メーターから1メーター50ぐらいまでがメインの使用用途になると思うんですけども、このリルビに関しては水深50センチを切るような場所から1メーター弱ぐらいまでのレンジがキーになってきます。ですから、例えばおかっぱりで、狙うようなポイントっていうのは、比較的どうしても岸から狙うことになるので浅いレンジがメインのターゲットになると思うんですけども、そういった時にも、非常に使う頻度が高くなるタイプのルアーっていうことが言えると思います。カラーラインナップは全10色となるんですけども、大きく分けて3つのカテゴリーに分けられると思います。1つはこういうナチュラル系の、ミノーならではのですね、非常にこうよりベイトフィッシュにマッチさせたタイプのカラーが1つ、あともう1つは、ハイアピール系の、僕かなり、オールラウンドに使うカラーなんですけど、金黒なんですけどね、ハイアピール系のカラーのラインナップ、そして最後に、特に霞ヶ浦水系で使うような白魚系のイミテートカラー、この3つのカラーラインナップ、大きな括りでのカラーラインナップがあるので、その状況に応じてねその3つのタイプをローテーションしながら使ってもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。あとねリルビルは70ミリでさらにこの細身という非常にコンパクトなボディであるにもかかわらず、重心移動がついているので飛距離も出ます。スピニングはもちろんのこと、ベイトフィネスタックルの使ってもらえるっていうのがもう一つの大きな特徴ですね。このように小型のミノーでありながらよく飛んでしっかりと水を掴んで泳いでくれる、全くこう新機軸の今までなかったようなタイプのミノーなんで、ぜひ皆さん使ってみてください。それがこのリルビル 70F です。